ご視聴ありがとうございます。これからクラリスファイルメーカーとガルーンの連携のセッションを始めさせていただきます。はじめに簡単に弊社についてご紹介いたします。私たちは株式会社イエス・ウィーキャンと申します。東京都南青山で設立以降約25年間、一貫してクラリスファイルメーカーの開発からトレーニング、クラウドなどの事業を行ってまいりました。 現在ではクラリスパートナーに認定されており、日本で8社しかないプラチナレベルにも認定されております。弊社では皆様に様々なクラウドサービスの連携をご提案しております。Office 365や Google、グループウェア、クラウドストレージなど、現在は複数のサービスを利用することは当たり前となっております。弊社ではクラウドサービス間のデータを連携し、 面倒な入力作業の手間を軽減するためのご提案をしておりますそして簡単に私についての紹介もさせてください私菊地美沙と申します Yes We Can で開発業務を行っており入社以降様々な案件の新規開発改修に携わっています ODBC 連携ですとか、本日ご紹介するような REST API を使用した連携機能の作成実績もございますので、何かございましたらぜひご相談ください。さて、自、え、己、ー、紹介はこの辺にしておき、早速本編に入っていきたいと思います。こちらが本日のアジェンダです。まず、Garoo についてご紹介をしていきます。 今回、クラリスファイルメーカーと連携する Garoon は、サイボーズ株式会社が提供しているグループウェアで、スケジュールの管理やレポートの共有、申請、ユーザー同士のコミュニケーションなどができます。高度な機能としては、同じくサイボーズ株式会社が提供しているキントーンとの連携が利用できたり、API 連携として REST API や JavaScript API が利用できます。 今回はこのガルーンとの連携をご説明していきたいと思います。続いて連携の概要です。まずシチュエーションを考えてみたいと思います。ガルーンのスケジュール機能では、自分だけのその日一日の予定や週ごとの予定、月ごとの予定、年間の予定、 さらにはグループを作成してグループごとにスケジュールを表示させるという機能がデフォルトで備わっています。ガルーンはグループウェアとしては申し分ないんですけれども、ただこれだけで業務ができるかというとそういうわけにもいきません。例えば商品を販売している会社では見積書や納品書、請求書など発行するためには別のシステムが必要になってきます。 そこでファイルメーカーの登場です。顧客管理や見積もり管理、請求管理など柔軟に機能を作成することができるので、これらはファイルメーカーで管理していき、ガルーンはグループウェアとして予定の管理を,し予定の管理をするというような使い分けができるかなと思います。ここでもう少し詳しく見ていきたいと思います。 自分のスケジュールなどは決まったらガルーに予定を登録していきます。お客様との打ち合わせの予定や履歴は顧客管理に含まれるようにカスタマップを、えー、作成しているので、そこの対応の予定に、えー、設定していきます。そうすると、自分とお客様との打ち合わせの予定については、予定が決まったら ガルーには自分の予定として登録をしてさらにカスタムアップの顧客管理にも対応予定として登録するというように二重の登録が必要になってきますね。このような状況だと同じ情報を複数回入力するのでそれが手間だなぁと感じてしまったりそれであればまだ良いのですがアプリケーションに登録するのが漏れてしまったり またそのうちの一つだけ登録する情報を間違えてしまったりなんていうことが発生するかもしれません。今回はこのような悩みを解決できるようにファイルメーカーからガルーに予定を反映できるようにしていきたいと思います。ということで今回の連携内容です。先ほどのように打ち合わせのスケジュールが決まったらクラリスファイルメーカーに予定を登録していきます。 入力した内容を REST API を使用して Garoon に予定を登録していきます。この連携をすることでデータの登録はファイルメーカーだけで行い、あとはボタンを押すだけで他のアプリケーションに反映されるということが実現できます。さて、今回は REST API を使用するのですが、REST API 自体の説明は今回は時間の都合上省かせていただきます。 今回使用する Garoon の REST API にはどんなものがあるかを見てみたいと思います。記載している URL が API ドキュメントページなのですが、キャプチャーで載せているような API が用意されています。今回はこのうちの予定の登録、過去ポストというものを利用していきます。さらに、ここの予定について、 詳しく内容を見ててみると下記記のように記載がされています URI がリクエスト先となりメソッドはポストまたガルーに投げるリクエストヘッダーとしてはこのようなデータを記載してくださいというような内容が記載されていますまたリクエストボディとして JSON というデータフォーマットでパラメータと値をセットにしたデータを引き渡すことでガルーン上で予定が反映されるようになっていますリクエストボディで使用できるパラメータはたくさんあるんですけれどもここではその中で今回使用するもののみをピックアップして載せております例えば予定のタイトルデータはサブジェクトというパラメータを指定することで引き渡すことができます 右側の attendees や facilities については、その下にあるタイプや ID、コードを配列といって、簡単に言うとデータの塊を複数持たせることで、複数の参加者情報や施設情報を引き渡すことができます。今回お見せするデモファイルでは、参加者を複数に設定できるようにしています。 ここでちょっとしたポイントとなるのは、左側にあるスタートデートタイムとエンドデートタイムという部分となります。説明の部分に RFC3339 の形式とするようにと記載がされていますので、ファイルメーカーでの入力形式とは異なる形式に変換する必要があります。 ここでその日付の形式変換について少しご説明をしていきたいと思います。まず RFC3339 という形式は例のようにある形式です。日付の区切り文字は半角ハイフン、日付と時間の間に t が入り、時間は秒まで指定が必要です。時間の後に UTC からの時間差を設定します。 日本は UTC から9時間進んだ時間となりますので、プラス9時間の設定となります。今回用意したカスタムアップは、日付と時間を別のフィールドとして用意していますので、それに合わせて日付フィールドと時刻フィールドから変換するカスタム関数を用意しています。カスタム関数としては、このようなものを作成しています。 日付フィールド、時刻フィールドを引数として、それらのフィールドから年、月、日、時間、分、秒をそれぞれ取り出して、それを RFC3339 の形式で組み立て直すということをしています。このカスタム関数を使って、Garo に引き渡すための形式の変換を行います。 続いて今回の連携で重要な関数とスクリプトステップを説明していきます。まず重要な関数として JSON セットエレメント関数があります。利用方法を記載しているんですけれども、今回は引数にどんなデータをデータ設定をするのかという観点で説明していきます。 JSON 関数自体について詳しく知りたいという方は、クラリス社の録画ウェブセミナーに、初めての JSON 関数や JSON 関数を学ぶウェブセミナーというセミナーがあり、とても分かりやすく説明されていますので、ぜひそちらをご確認いただければと思います。では説明に入っていきます。まず一つ目の引数の JSON 部分については、JSON セットエレメント 関数で作成する JSON は今回変数に格納したいのでその変数を指定していきます。次の引数はリクエストボディで説明したパラメータ、イベントタイプですとかサブジェクトなどをテキストで指定していきます。次の引数の値に関してはそのパラメータに対応するフィールド をカスタムアップから選んで指定していきます最後のタイプに関しては今回は文字列として全て引き渡すことになるので JSONSTRING という値を指定します。後ほど実際のスクリプトを確認していきたいと思います。続いて重要なスクリプトステップとしては URL から挿入というスクリプトステップがあるのでこちらを説明していきます。 オプションで指定した URL を実行して、ファイルメーカーから Garoon へ予定登録のリクエストを実行して、Garoon からはそのリクエストの実行結果が返ってくるという連携の肝となるスクリプトステップです。オプションのせつ設定について説明していきます。ターゲットにはリクエストを実行した結果が返ってきます。 今回は変数に格納しておきたいので、その変数を設定します。次の URL を指定では、Garoon の予定登録の URL です、ね、を指定していきます。次の Curl オプションでは、Request ヘッダー、Request ボディを設定します。 この時に API ドキュメントでこのような形でデータをリクエストしてくださいというような指定がされているので、それに倣って設定をしていきます。はい、さて、ここからは処理を実際に行うスクリプトの流れを確認していきます。こちらがスクリプトの前半部分となります。 まずはの認証情報をカスタムダイアログで入力してもらいますカスタム関数で登録したりスクリプト内にベタ書きすることもできるんですけれどもそうするとセキュリティ的に安全とは言えないのでカスタムダイアログで都度入力させるようにしますそして入力されたログイン名とパスワードをコロンでつないでベース64でエンコードします 次に RequestBody に設定すする JSON 形式のデータを作成します今回、変数を設定、スクリプトステップを2つに分けていますが、今回のファイルでは参加者の配列データを計算フィールドで作っており、1つ目のステップでその参加者の JSON データを先に設定して、2つ目の設定で残りのパラメータを追加するという形にしてみています。 この2つ目の変数を設定の計算式を見てみると、このようになっています。パラメータ、フィールド、JSON、ストリングのセットがいくつも並んでいることがわかるかと思います。 スクリプトの中で3箇所の配列を作成したりですとか、一気に JSON データを作成することも可能かとは思うんですけれども、今回は後から JSON データを追加することもできるということで、この,このような作りとしています。その後に URL から挿入のスクリプトステップで使用する URL とカールオプションのデータを作成していきます。 この部分についての詳しい説明は今回は省かせていただきます。こちらがスクリプトの続きです。データの準備が前半部分で整ったので、ここでは URL から挿入スクリプトステップで API のリクエストを実行します。そしてその後は返ってきたデータを元に登録できたかを確認してメッセージを表示します。 エラーの種類としては、API のリクエスト自体ができてない、失敗したエラーと、API のリクエストは実行できたんだけれども、内容に不備があるなどで、予定の作成ができなかったというエラーとがあるので、エラー処理はちょっと注意が必要です。リクエストの実行自体はできたんだけれども、内容に不備があって、登録ができなかったなどの場合については、 ガルーンの API の使用でエラーコードが返ってくることが決まっているので、それを使用して簡単に場合分けをするといいかもしれません。今回はそのように少ししてみました。さて、実際のファイルを見ていきたいと思います。まず、これから説明していくデモファイルの説明をしていきます。このデモファイルはサンプルファイルとして配布もいたしますので、ぜひそちらもご覧ください。 利用環境ですが、まず Garoon はクラウド版を使用してご説明します。Garoon にはクラウド版とパッケージ版があるのですが、どちらを使用しているかによってリクエスト先の URL が変わりますので、本日はそのうちのクラウド版でのご用意となります。また、Garoon では認証が必要になるんですけれども、今回はログイン名とパスワードを使用するパスワード認証という方法を使用しています。 他にもベーシック認証など認証方法いくつか用意されていますがそれぞれでリクエスト方法少し変わってきますので本日はそのうちのパスワード認証でのご用意となりますさて説明が長くなってしまいましたがここから実際のファイルを見ていきたいと思います少々お待ちくださいこちらが、えー、今回ご用意したファイルとなっております まずテーブルから見ていきたいと思います。テーブル、このように4つ作成しております。まずユーザーと施設のマスターについては、Garo に登録済みのデータをマスターとして設定できるようにしています。そして予定のテーブルが、実際の決まった予定などを登録していくテーブルです。 そして予定の参加者テーブルは、えー、予定に参加する人の情報のテーブルとなります。一つの予定に対して複数の参加者が登録できるようにするため、このように別テーブルとして用意をしています。 参加者データの配列、JSON の配列を作成して複数の情報を引き渡せるようにするんですけれども、その JSON データはここのフィールドで行っています。ここについての詳しい説明も省かせていただくんですけれども、簡単に見てみると、こちらのフィールドについても JSON セットエレメント関数で JSON データを作成するというようなものになっております。 さて、リレーションシップも見てみると、こちらは、えー、とてもシンプルな作りになっております。さて、えー、テーブル情報を見ましたので、続いてカスタム関数を見ていきたいと思います。カスタム関数は、先ほどご説明した日時のデータを変換するためのカスタム関数と、あとサブドメインを登録するためです。 ガルーンにサブドメインがあるんですけれども、そのサブドメインを登録するためのカスタム関数を用意しております。カスタム関数はこの2つのご用意のみとなっています。では実際に見てみたいと思います。ユーザーマスターにはこのように事前に登録をしています施設マスターも同様です。 そして予定情報というところで、えー、予定が決まったら、えー、新規作成をして予定を登録していきます赤字部分になっているのが、えー、連携をするために必須な項目ですここが入力されていないとリクエスト実行時にエラーとなってしまいます今回は事前に入力済みのデータを用意していますのでそちらで実行してみたいと思います さて、ここでガルーンへ登録ボタンを押して実行していくんですけれども、実行前にガルーンの方で予定が本当に作成されてないかということを確認していきたいと思います。今回2021年11月12日に予定を作成しようと思います。こちらがガルーンの画面です。11月12日の予定を見ると、 まだ何も予定が登録されていません。さて、ここで先ほどのスクリプトを実行していきたいと思います。スクリプトデバーカーとデータビューアーを使用して実行していきたいと思います。さて、Garoon へ登録のスクリプトボタンを押すと、スクリプトが動き始めます。 逆にしますかね、はい、そうすると、まず認証情報をカスタムダイアログで、えー、入力するよう求められます。今、こちらで入力するのが、ガルーンで私が入るための認証情報となっています。 こちらもサンプルデータとなっていますがえ、このように登録されたら、その認証情報をコロンでつないで、えー、ベース64エンコードで、えー、認証情報として使用しするデータにしていきます。そして、リクエストポディに設定する JSON データを作成していきます。このように、えー、まずアテンーズ という参加者情報を作って、その後にその他のパラメータを追加するということをしています。はい。このようになりました。その後はですね。テキストを挿入と、その後の変数を設定で、url から挿入で使用する url とカールオプションの作成をしていきます。 そうすると、このように URL と、あとカールオプションの設定ができました。これを使って、えー、URL から挿入を実行します。そうすると、ターゲットを今、ドルリザルトにしているので、そこに実行結果が返ってきます。後ほど、ここについては少し見てみたいと思います。はい。 あと、えー、実際の処理では使わないんですけれども、今回見やすいように、えー、フィールドに格納していきます。リクエストした JSON データとカールのデータ、あと何が返ってきたかという返り値を設定しています。そして、えー、予定が登録できたら、予定の中に ID というデータがあるので、それをカスタムアップに登録しております。 で実施ができたら登録しましたというカスタムダイアログが出て、えー、終了というようになります、はい。処理がこれで完了したんですけれども、じゃあ実際にガルーンで予定ができたかを見てみたいと思います。先ほどの11月12日のデータ、更新してみます。そうすると、A 社打ち合わせというデータができました。 こちらですね、衛星打ち合わせの予定を見てみると、会議室1で参加者3人で作っています。同じように登録がされて、メモですとかタイトルも反映されていることが分かります。今回、私の認証情報で登録したので、私の名前で、えー、作成がされています。はい。 このように実際に Garoon に登録できたことが分かります。さて、リクエストボディとしてはこんなデータが作成されましたよということで、作成した JSON データ、これを使って反映をしたということになっています。それをカールのデータで全部合わせると、このようになっていて、これを URL に投げて実行している。 そして返り値としては、このように登録した情報が返ってくるようになっています。その中に ID という予定の ID が返ってくるようになっているので、それを予定 ID に登録するようなものになっています。これでファイルメーカーのデータをもとに、ガルーンの予定の作成ができるということができました。 今回のサンプルファイルには、予定の登録だけではなく、削除ですとか、あとユーザーや施設情報の取得についてもスクリプトをつけていますので、ぜひ配布するサンプルファイルもご確認ください。デモはこの辺にして、えー、スライドに戻りたいと思います。はい、最後のまとめです。 えー、今回は REST API を使用してファイルメーカーで作成した予定を Garoon に反映しました。データは JSON セットエレメント関数で JSON 形式に変換して URL から挿入スクリプトステップを使ってリクエストを実行しました。機能を作成するのは少し時間がかかったり、えー 大変かももしれれないんですけれども最初に時間をかけて、えー、このような機能を実装してしまえばその後の手間を省いたりミスや漏れを防ぐことにもつながりますのでぜひ機能の作成をしていただければと思います。最後に補足ということで今回は REST API を使用した連携方法をお伝えしたんですけれどもクラリス社では複数のアプリケーションを自動に で簡単に自動化、連携できるクラリスコネクトというものも、えー、提供しております。ぜひこちらについてもご覧いただければと思いますし、弊社ではクラリスコネクトを実際に使ってみる半蔵セミナーも定期的に実施しておりますので、ご興味がある方は弊社ホームページ、えー、ywc.com にて詳細のご案内しておりますので、ぜひこちらからご参加いただければと思います。 ということで、以上でこのセッションを終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。